今日ですね、ついに、皆さんが考えた包丁が、出来上がりました。神戸の隣の町の三木市は日本最古の刃物の町。本当の切れ味っていうのを体感してもらいたいですね。このプロジェクト自体すごい残していく意義がすごくあると思います。笹山は日本六古窯の丹波焼きで有名で、今回僕が作らせてもらっている包丁の丹波焼きの上り窯で焼くという、まあこれは今までなかったことで、で六甲山は神戸を代表する山で、六甲山の木で箱を作りたいという、まあ、石原さんの思い。こういう人たちと仕事をしてた時に、自分が住んでる県でこんな素晴らしいものがあるんだということを知ったんですね。